にちは、こんばんは。ドワイト・イズミンです。こっちを向いてキャップ、みんなもこのキャップを買う。みんなもこの噛んでる。この帽子の目的はみんなの目を引くこと。この帽子の目的はみんなの目を引くこと。大事なことだから2回言った。この帽子をかぶってみんなも俺の動画を見よう。意味がわからない。さあ早速やっていこう。ちょっと頭おかしくなってる。いや、もともとかっていうツッコミはなしね。あ、使うの忘れた。ごめんみんな。グローニングストアハウス、マクラミンエステート。なんかマリオみたいだな。マリオって言っちゃいけない気もするけど、マリオみたい。 すげえなんかね、あんま言っちゃいけない気がするけどね、久しぶりにやるんだこれ。うん、なんか鳴ってるよ、なんか鳴ってるよ。バレてないよ多分。多分ね、バレてないよ。うん、あっち行ってったよ今ね。あの会話はあのちょっとあのカットしたんだけど、あの今ねマミーっていう名のね殺人鬼がね俺の部屋にやってきたよ。開始早々ねやってくるマミーっていうね名の殺人鬼。危ないよ。ジャストフィット。それを破壊するんじゃないぞ。あー、なんか振り回してるわ。あ、やべ。さあ、やっと。お、ナイス。あ、やべ、バカ、俺のバカ、バカ、何やってんだよ、何やってんだよ。あ、あ、パパに殺される。めっちゃうなってる。
めっちゃ鳴ってる、ドックンドックン鳴ってる。そしてカラスが2匹仲良くな、並んでる。誰か助けて、ヘルプミー。ママミー。ごめん、ありがとう。ああ、いたわ、お前いたわ、後ろにいたわ、全然気づかなかったわ。ごめん、助けてくれたのに。全然気づかなかったわ。ごめん、なんかごめん。はあ、やばい。あいつバカって思われたわ。アホーアホーって言われてる、多分カラスに。ありがとうフェンミー、ごめん二度も。ごめん二人とも、ありがとうありがとうありがとう、マジで本当に。なんだ今俺の幻影が見えたぞ、バレてないはず。あそこで壊してる壊してる。ここはやるぞ。あぶねえ。なんとしても出たい。あぶねえ。バレた？バレた？あー、バレてねえ、バレてねえ。お、ナイス。でもさ、出られないんだよね。でも出なきゃいけないんだよね。カラスうっさい。え、もう出てる？
出てる。待って。もう出てんだけど、ちょっと待って、俺一人だけさ。待って、ちょっと待ってよ、みんな。使った。ここ早送りになってるかも。さっさと次のゲーム行こう。お、ドワイト三兄弟。でも全員メガネだね。あ、また使うの忘れた。フラクトチャードカウシェント。コールドウィンドペーパーファンファンファン。あ、こっち来いって。こっち来いって。もじゃもじゃについてく。もじゃもじゃって言ったら失礼か。ああ、ここにあるよってことね。俺たち三兄弟でやろうぜ。マリオ、ルイージ、もう一人誰か。みんなで3人仲良く。OK。うまく逃げ切れたわ、さすがマリオ。やんない方がいいかな。ああ、でも大丈夫そう。鼓動は鳴ってるけど、俺の心臓だと思って、心臓の音だと思って、あ、もう変なこと言ってるから爆発したわ。ああ、バレてるよね、ピーチ。ピーチ姫、マリオをさらいに来たのね。私はピーチじゃないって言ってる。
マリオ吊るされる。いや、こんなこと言ったら殺されるわ。お、ルイージ。うわ、びっくりした、もう。なんか俺わざわざ目の前通った気がする。やっぱそうだよね、お前バカだろって思われてるわ。俺自分でも思ったわ、お前バカだろって。うん、思った。なんだ今の。Help me. Thank you very much. ああ、来たよ。来てるよ、バカタレ。来ないかな、あっち行かないかな。ああ、なんとか負けたわ。ここは終わってんのね。サンキュー。あ、ごめん。サンキュー。サンキューベリーマッチ。あと1個か。だからあれだな、マリオになったら何でもできる気がしてきたわ。マリオじゃないけど、あ、マリオじゃないわ、ごめん、マリオじゃないわ。今のもうまかったんじゃないのか。
あ、もう開いてんだ。さすがプロフェッショナルたち。おっと、バレてる。ごめん、バレてるわ。あ、ここ開いてねえよ。あぶねえ。あ、よく殺されるとこだった。あぶねえ、あぶねえ。バッチタイミングだよ。タイミング良すぎるよ。超タイミング良かったね、開いた。やばいタイミング良かったよ、マジで。これ神回かもしれないわ。やべえな。今のやばかったかもしんないわ。ちょっとタイトルに神回って書いとこうかな。神回じゃないかもしんないけど。今回はこの辺にしておきたいと思います。よろしければチャンネル登録など、評価よろしくお願いいたします。それではまたです。